お疲れちゃんです、ラットです。そしてああどうも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 あーごめんごめんごめん、仏だった心が寝てるっすね、心が仏で、仏そうなんですよ、寝てました。寝てました、ただ寝てました。久々の曲3曲からあーお願いします、やっていきたいと思うんですけど、はい、今日はですね、新カードのスケルトンキングを使って協力バトルやっていきたいと思います。お願いします。いや協力バトル来ましたね。はい、新カード3枚出て、はい、はいはいはい、アチャクイめっちゃ強いんですよ。アチャクイ強い、ぶっ壊れなんですよね。僕のチャンネルでも出させてもらいました。そう、上がってるんで、ぜひチェックしてみてほしいんですけど、で、もう一枚ゴールドナイト、なんかそこそこに、そこ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 に使われてるんです。偏差値50ぐらいじゃないですか、ほんと。いや、行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ、アチャクイマジで80ぐらい。あれはもう医学部だよ。天才なんですけど。スケルトンキング皆さん、はい、偏差値マジ20-30ぐらいで20です、これ叩かれてます。弱すぎだと。弱すぎだと、格差がすごいっすよ、ね、格差がすごいんですよ。3枚一緒に出たのに格差がないんで、今日は救ってあげようかなと思ってやっていきたいと思います。お願いします。デッキはね、もうスケいっぱいで、スケいっぱいのスケラクローンデッキやっていくんですけど、はい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 、スケキンの能力ですね、はい、場にいる自分のユニットでもいいですし、相手のユニットでもいいんですけど、うん、ユニットが死ねば死ぬほど霊気を吸い取って、はい、その分スキルで自分のね、スケルトンをこう生み出します。こいつが強くなってくるってことですね、はい、マックス20体で、まあ、最低6体です。いや、まあ、やっていけば分かると思うんで、2コスかかるんだよね、そうね、唯一スキル2コスかかる、それがやばいっすよね。もうかわいそう、早く 1コスにしてください、早く。強すぎるかもしれないけど、オッケーです。で、僕もまあ同じようなデッキですけど、そうですね、まあでもダクネとかがコウモリダクネにしてもらって、トリトン墓石にしてもらってます。はいはいはい、さあお願いします。お願いします。10秒デッキではないけども、キングまでいけると理想ですよね。そうっすね、だからまあ最初は、でも最初はまあお茶を濁すかい、いやもう行きます、最初から行きますか。まあ巨スケネクロか、まあダクネでも何でもいいんで、とりあえずこういうことっすね。そうっす、巨スケじゃないよ、もう名前間違えちゃった。キョスケっぽい、スケキンですね。で、このスケが、おスケが溜まってる、おスケ溜まってますよ、溜まってる、もういいです、スケラ打っちゃって、これスケラ打っていいですか。いいっすよ。で、ここで打って、スキル使って、で、なんかもうレイジなんかやべかけて、クローンも、お、こう待って、このマザネコ、マザネコ、いや、マザネコでもスケとかのあの量で、あ、確かに、お、いや、いい取れね、うお、スケルトンの量がすごかったが、どうだこれは、おー、なんかそのなんかでも何かが起きたけど、何が起きたか分かんなかったです。そうです。え、こ、あ、待って、スケルトンがなんか、スケルトンも止まってる。もう何しとんねん、これ何しとんねん、何匹も食べます。いやいや、止まんないんじゃない。いや、行きますよ、もう一回。あ、これはどうしよう、これはちょっとなんか僕がネクロでやります。オッケー、そしたらもう貯めれないっすね。あ、じゃあダクネコモリ貯めれないっすもんね。ちょっとこれ始まりはまだいいっすね。あー、そうですね、始まりはまだ良くて、行ってもいい、行っても今行っちゃいますじゃん。行っちゃってスキルも使ってもらって、行っちゃってこう行って、うわうわうわ、それやばい、あーやばい、いやそれ最強じゃんか、それアチャクイが、アチャクイ最強が、アチャクイ一旦捨て、一旦捨て、一旦捨て、一旦捨てで、アチャクイ最強すぎん。いや、いいよ、ネクロめっちゃ左下ぐらいに欲しいですね。めっちゃ左下で、ここで今の間ぐらいにスケキンこう僕出しながらの、はい、このスケルトンがさよならすればするほど利益貯める、利益貯める、利益貯める。大丈夫かこれ、いけるのか、スケキン、いや、いきます、この子頑張ります、頑張れ頑張れ、頑張って、いきます。で、ここでスケロダッシュ行って、レイジ、ここレイジかまして、スケの量は多いんですよね、スケの量は多い。さあ、この奥の人たちを、奥の、あ、ウッド、ウッドダメ、ウッド、あ、でもスケルトンで倒して、え、スケルトンでプリンセス倒しちゃいましたね。なるほどね、何でもじゃあ倒せるっすね、何でも倒せるスケルトン、物量、物量デッキってことで物量デッキ、数でいきますか。でも気づいた、俺今レベル11だ。あ、これ課金が足りてね、それ今すぐにでも課金してもらって、今すぐにでもこれ諭吉が足りてねえな、これ諭吉が足りてないですね、この業界。これもうスキル発動して、でクローンもして、うわっ、ここレイジかけて、やべやべやべ、もうどうなってんの、やべやべ、え、マジでウッドだけ嫌い。で、ここでもちょっと、うわ、待って、やばい。あ、いや、でもウッドだけ嫌いっすね、ちょっと。いや、着衣強い、着衣強いって、これっすか、格差、格差社会見せつけてくるわ。でも意外と頑張れるっていう、いや、天才墓石、天才墓石、ありがとうございます。さあ、そしてスケキン出して、背後打たれてたよ、だからここにスキル使って2コスかかるっすからね、ちょっとこれ、もしかしたらレイジあっちに、どこに、おお、なんかラッキー、
僕がフリーズをちょっと打ててないのがこれレイジワンチャン、これあのもうスケラに打つのがいいのか、はい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 、だから両方に行けないですか、両方に、あ両方にね、両方に行くようなそういうね贅沢、贅沢パターンないですかね、ちょっとだけね、ちょっとだけ負けそうっていう、そういった説をはらんでおりますが、説をありますが、さあスケキン、あ11だやっぱ先生じいちゃんやばい、ウッド使ったんで、ウッド使ったんで、僕これ今のスケルトン回収して確かに20体出ます、20体で、ここでこういう感じでからのクロムしてフリーズして、この奥の細道を、奥の細道いいね、いやいいいいいってるいってるいってる、おーでもギリ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 だ、これでギリギリ、確かにね、これでギリギリ、いやこれね一回課金が足りてない、あれ課金が足りてない、さすがに先生、まさかさすがに11はあかんてっていう、11はあかんっすね、11はあかん、ちょっと待ってね間違いない、ちょっと頼むぜ、やばいぜ、スケキン頼む、スケキン頼む、俺スケキン堅くなに取んなかったから、スケキンスケキンいらんわっつって、そこ頼むスケキン頼む、ここの引きスケキンスケキン、マジで大事、マジでスケキン、おいいらんて、おじさんやないかい、いらんてマジで一番今いらないっす、860じゃいきます、860、860、頼んまっせ、頼んまっす、マジで、まあ俺は別にいいんだ、おお当たらしてくれ、マジで課金するだけ、課金するだけ、ガチだから27にしたばっかだから、マジでマジで6万円ぶち込んだからね、鬼課金してた、ここは良くて、せーの、おいスケキン頼む、スケキン、あっちゃ来い、スケキン、おーあー、ヒロミさん一番いらない一番いらない、え？マジでまずい、引きがいいっすね、今日840あるっす、あれは買わないっすか、840買ったよ、いや、もう一個右上に、もう一個右上にある、それ1840円ね、1840円、おーこの男は1800円よ、ふざけんじゃねえよ、さすがに、いきます、あれ男っすね、男、男、休憩行こう、引きが、引きがめっちゃまずいっすね、いや、まずい、いや、1800円って、美味しいけどね、僕らからしたら、いやいやマジで何がこれ、マジでもうスケキン取んなかったら一生俺、それがちょっとあだになった、圧着はまだめっちゃ強いから分かるんですけどね、圧着欲しいじゃん、はい、で今スケキン欲しいけど、いや一番微妙なのがやっぱここでゴールドナイト来るのか、頼む、おいスケキン、ゴールドナイト、スケキン、スケキン、あまあ、いいじゃねえか、まあ、いいじゃねえか、サーレンちゃんゴールドナイト見たかった、いやこれはもうマジでびっくり、だから1レベル上がるだけでやっぱ世界変わります、世界変わりますから、今ラットさんはちなみに、いやもう当たり前に感想っすよ、もう、え当たり前っすよ、やんばしてないのもうびっくりっす、びっくり、はい、ザコザコっす、ありえないっす、ありえない、ありえないよし、これちょっと強くなりました、よりね、僕もなんかクローンとか14レベルにできるんで、しちゃう、おおクローン、確かに、え、クローンレベルアップすると、はい、複製されるユニットのレベルが14になる、そういうことか、これ大事っすね、大事大事、軍勢で、だってスケルトンでプリンセスとかマザ肉処理してましたから、はいはいはい、いやそうなんですよ、やばかった、もうそのレベル上がればもっと、そうっすよね、さあ行きましょう、お願いします、さあもっと圧勝いけないのかな、これ両サイでいきます、コスト足んないっすか、あーいや両サイでもう無視してやってみてもいいかもしれないですね、両サイスケキンあります、ネクストぐらい、No、 わかります、引っ張ってきてください、あー、ノース、No、 No、 ノースね、スケでね、ここでほんとね、スケートに出せるともうこの小物がやられる分だけね、確かにそっか、チャージできるんですよ、なんか相手なんかちょっと、え、待って、なんか俺らやばくないですか、やばいっす、先輩やばいっす、一筋縄ではいかない感出てません、先輩やばいっす、スケキン、いやでもいい、めっちゃいい、うわ、来た、やばい、取れね、間に合う、からの、いや HP が、あ、わあ、あれやっぱ12だから、いや12だから、12だから、いやでもここでしっかり、いやネクロが、ネクロがなんかネクロがいい感じの雰囲気出してきたネクロで勝てそう、ネクロのね、スケキンじゃない、スケキンは、いやいやスケキンこれからですか、そういやマジでなんか惜しいっすよね、でも惜しいね、これちょっと左サイド、あ、墓石いいっすね、低めでもいいっす、あ、低めか、そっか、いや、これ墓石のスキーがやられればやられるほど、はい、僕のこのチャージされていくんだよね、
うん、ほんと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 。でもスケルトン部隊とか入れたらもう一瞬でチャージっすね。いやそうそう、秒でチャージ、秒でチャージ。相手なんか上回りましたっけ。ダクネ近くに出してください、スケキンので、クローンして。なるほど。うわっ、あっ、おお、なんかでもそのスキル使ってからの、これだって悪くないですか、クローンして。え、来た来た、なんならなんならスケラ、なんならスケラ、なんならなんならなんならスケラ、なんならいけ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 、わあ、くっそ、これフリーズでいけるか、いけるか、うわあ、おい、決まった、すげえ、これやばいっすね。じゃあもう一回いきましょう、もう一回いきましょう。決まれば、めっちゃ楽しい。決まればね、決まる。あれ今のは相手がまあラバ使ったタイミングで、あ、ラバそう、ちょうど使ったっていうのもあったっす、ね、まあもうガン無視で地上で攻めますよっていう。熱いね。やべえ、これ楽しい。いやー、20秒。ワンチャン、ワンパン。いやー、やばい。やばい。行くしかないっす。男行くしかない。スキル使ってほしいっすね。確かに。スキル使ってほしい。練習かけて。フリーズ打って。ストロー？いやー、え？何笑ってんすか？全然飛んでないっす。え？いや、行ってくれよ。ちょ。やばいね。笑ってるじゃないですか、弱すぎて。トールね、ワンチャン多くあった。いや、ないか。いや、あのさ、思ったよりね、スキル使った時の、そう、なんか重みがないのよ。体重乗っかってないのよ、なんか。はい。なんか、ビューンって、なんか、何事もなかったかのようにこう処理されていく感じが。ただただ二骨無駄にしてるだけ。なんか、そう感じましたね。え、これ、最適解。これですね。最適解ですよ。今更気づいたかもしれない。行きましょう。お願いします。気をつけを入れました。よろしくお願いします。よろしく。よろしく。まあ、ないっすね、スケキンが。スケキンないか。スケキンないっす。気をつけはあるけど、まあでも、まあ、だからロイジャイみたいなね。ロイジャイ的な使い方ね。のんびり行きましょうか。のんびりね。僕、なんもないっす。もう暇人を。もうないっす。ない?8枚です。なんなら抜いたんじゃないかって。気をつけネクロだから、これもしかして完成されますか、ね、確かに完成して、しかもこれネクロのスケがまたここにまた謎のね、いやいや、いらないでしょここ。あの、逆もったいなくないですか。ちょっと可愛くないですか。可愛い可愛い可愛い、この永久期間みたいな。え、これスケキンないけどスケラ打っていいですか。打ちましょう。僕クローンしていいですか。お願いします。ちょっと待って、なんか俺暇だな。あれ、ごめんなさい、暇、俺なんかあれ、俺暇だった今。何、やっぱ暇っすね。なんかでもこれ巨助だってめっちゃプレッシャーかかってる。間違いない。待って待って、おお、待って、おい、ちょっとね、スケラ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 キング、スケラキング、スケラキングでこういうこと。もう巨助でよかった、巨助でよかったって。おい、ちょっとやめてくれ。おい、あ、すごい。相手いなくなったし、やば。待って、スケキング、スケキング、かわいそうにやってきた、どんどん巨大スケルトン。もう一回、もう一回、もう一回いきましょう。もう一回いきましょう。まだちょっと相手も多分途中で諦めちゃったんで、ちょっと計り知れないですよね。はい、なんならネクロもすぐ出してあげて。はいはいはい、一匹ここに謎のね、末置きと末置き。うわー、これやべえな、これフリーズぐらいならできる。これにしようね。いや、ここでやばい、これ2発目。ちょ、ごめんなさい。あれ、いやいや、大丈夫、大丈夫。不発でした。いや、でもまあまあまあ不発でしたね。さては、これ、うわ、着衣持ってますよ。着衣強いですからね、この人。強いですよ。うわ、これ前になんかつけられるだけですげえ嫌だな、これ。暇っすね、これ。だいぶ任せてください、これ。お、あ、もうだいぶ暇っす、ね、任されないっす。じゃあ、ちょっといい感じにして、いい感じに、いい感じに、お、いい感じにさせていただいて、いい感じに、いい感じさ。やってますよ。ちょっと皆さん、やってますよ。はい、早送りされました。さあ来ました。さあこの盤面。さあ来ました、この盤面。逆でもよかったかな。ああ、確かに。まあでもゴリゴリやっちゃいましょう。もうライトニングっすね。もうこれ行きますよ、もう私。うわ、2体は。橋渡るぐらいで。わかりました。ひよってやってないからダメなんですよね。2体はやべえ。でフリーズして。てからの、いいいい、スケルトン三枚がいけるか。スキル発動して、いや、いい、スケルトンがやべえ、メガナイト溶かした。いや、熱い、ダルブダルブ、軍勢いけ。しかも圧着衣も、お、めっちゃいい。急にめっちゃいい。急にいいっすね。急にめっちゃいい、することが一緒。いや、いい、ナイス。
それからの来た、ゴブドリ、ここに来てライトニングでしたよ。アチャクイがアチャクやばい、アチャクマジ感じだわ、アチャクやばい。さあスキルマックスを使う、ボーリーがすごい、ボーリーがすごい、ボーリーがなんか全部全部やってない、やっちまったな出た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 、これちょっと待ってちょっと待って、このスキラやったな、リズムとっちゃってから、いやこれ僕も一回次スキラ打ってやべ、いや打ったやばいかな、本物来た、本物、本物系来た、本物系来た、いや耐えれる、ライトに耐えれないかな、これ巨魚さんに耐えてもらっていいですか、耐えて耐えて、巨魚さん耐えて、レイジ打って、レイジ、レイジ打って、レイジ、待って、あー全然勝てないやん。いやこれはね、いやでもロマン法ですね、これはゴブドリを精度で出して、はいはい、相手なんか分かりませんよみたいな、クラロア、はいはいはい、クラロアで楽しいポイントあるじゃないですか、はい、そういうことで、まあ、救えなかったっすね、あーいやこれもう主に僕がね、スケラがね、スケラのタイミングがそういう日もあります、そういう日もある、何やってもこうなくうまくいかない日あります、これ人生の学びでした今日、はい、まあ、スケキンの強化をねちょっと待ちたいと思いますね、これもうアチャクイとか、はい、ゴールドナイトのもう強さが分かる、こういうのね、キョキョさんチャンネルでやってるんで、あそうですね、ぜひちょっとそちらで見てみてください、見てくださいお願いします、というわけで皆さんチャンネル登録高評価の方もぜひよろしくお願いします、お願いします、ではまたね、お疲れ様です、バイバイ、バイバイ。